頭部ルミちゃん、びっくりした顔する。シルクちゃんお腹見せてる。こんばんは、こんばんは。ちょっと今日はね、キャップをかぶってたので、もう髪が湿度と汗とかでボロボロボサボサです。ごめんなさい。ギフトありがとうございます。重たい、ごめん。すごい花火お祭りのギフトもいっぱいありがとうございます。確かに花火、ナイアガラの滝綺麗。いいな、花火見たいな。今年というか、いつから見てないんだろう、大きい花火を現地で、近くで、まあ遠くてもだけど、直接大きい花火見たの記憶ないぐらい前かもしれない。手持ち花火はね、去年か一昨年に同期と一緒にやったんですけど、数人のメンバーで、いつだろう最後、覚えてないや。どっか遊びに行った時とか、地元かな最後、覚えてないいいな、見たいな。でももう夏祭り終わりだよね、花火大会。ギフトありがとうございます。そう、わかる。私も人混み苦手なんだけど、花火大会の花火は格別だから見たい、頑張って見に行く。でももし家から見れるんだったら全然家から見る。その遠くからでも綺麗な花火見れるなら。でも家から見れる花火大会の花火ってなかなかないよね。難しい。人混みで酔う感じとムンムンする感じが本当に苦手で、頭痛がねやばいだから本当に行かないね。おとめふみちゃん、どめ、めっちゃ目の前にいる。おどめちゃん、どめちゃん、耳立ってるんだよこれ、聞いてるの。いい顔してる、どめ。顔見る、乙女、ありがとう。近乙女、乙女すごい緊急シュールが欲しいんだね。何？
てます。乙女甘えてますね、かわいい。チュールあげるか。今日は何本かもあげてるんだけどね、こんだけ可愛かったらみんなも多分ねあげちゃうでしょ。これいつもだよ。うまいんです、本当に甘えるのが。乙女は得意。まあ、シルクもうまいけど甘え方が全然違う。あげちゃうでしょ、すっごい見てる。ちょっと離れちゃった。そういうのもうまいんだよね、ずっと近くにいるだけじゃなくてたまに離れて私のことを見てるんですよ、様子を伺ってる感じ。お前分かってるわ、押し引きがうまい。乙女が人間だったら恋愛うまそう。絶対うまい、猫界でも多分うまいと思うよ。出会いはなかったけどね、乙女ちゃん。うちにいっぱいいたので。面倒見もいいし、乙女。モテモテです。お前上手。ちゃんと声把握してる。何言ってるかとか。機嫌も分かってくれるし、特に第二のハッピー。それにしても髪の毛ボサボサすぎる。恥ずかしい。確かにレーンいたら途切れません、乙女ちゃん。ギフトありがとうございます。見ちゃうもん、こうやって私も離れられるとさ、何してんのかな、こっち見てるかなみたいな。まあこの感じは無意識に乙女がやってる行動だと思うけど、これも計算尽くしてやってたらすごいわ、もう猫じゃない、人間レベル。ギフト白がいい？あ、髪の毛？でももうキャップかぶってそれに耳もかけてるのでよりぴょんぴょんしてる。今日はネイルを変えました。可愛いでしょ、韓国のワンホンネイル的な感じのやつで、元々のデザインがあったんですけど色は変えました。ちょっとゴテゴテはあまりよろしくないと聞き、まあこれも結構ゴテゴテなんだけどね、パーツがいっぱいついてるからね。でも色味をここピンクの部分、本当はラメだったけど地爪のピンクに近い色にして、ラメなしの可愛いんだ。私がこういうネイルするの珍しくない？白は今まであったけど
結構可愛い系なネイルじゃない、デザイン色。まあ普段着てる私服にも合うかなとは思って。可愛い。ずっと見ちゃう。前回まではさ、ネイルずっとシンプルで、あのなんだっけ、マグネットネイルだ、シルバーのみだったので、すごい寂しかったの。爪見るたびに綺麗だけど、今までのゴテゴテな感じがなくて、あんま爪見なくなってた。でもね、こういうのないとさ、髪の毛洗うときに髪の毛に引っかからないのね。それだけはすっごい良かった。ちょっと短めにもしてたので、爪を折れもしなかったし、パーツを取れる取れない問題も気にしなくて済んでたので、それは本当にメリット。今回ね、あんまりパーツ取れないといいな。ギフトありがとうございます。いい音鳴る、パーツも込みで。やっちゃう。髪の毛洗えるの大事、洗いやすさ大事。もう髪の毛ロングすぎるとね、大変なの。そう、今回は分厚めにしてもらいました、コーティングを。だからいつもよりかは取れないかなとは思ってるけど、髪の毛ショートになったらどれぐらい髪の毛洗って乾かすのが楽なんだろう。もうそれも何年も前だからさ、記憶ない、やりやすさが。髪こう洗うじゃん、こう髪の毛が指の間に引っかかった時にこう伸ばすじゃん、手すごい伸ばすもん。わかるかなこの感じ。ロングの人にしかわからない、どれだけ手を伸ばしても髪の毛引っかかるから、壁に当たったりする、たまに私が位置悪いとね。大変です。短い、いいな。確かに想像できないよな、長くなるほど痛みやすくならない。え、なります。今やばいもん、切りたい、傷んでる部分切りたくて、切りたいですって多分美容師さんに言うと、ショートになりますって多分言われる。なので言えないです、切らないです。あ、来た、今日で513日です。お誕生日日数連続ありがとうございます。ちなみに今配信するまで忘れてました。でも昨日の夜中から今日の昼まで覚えてたの、誕生日だから連続日数が。あのアイスケーキを買ってこようって考えてたのに、昼過ぎにはもう忘れてました。え、タワー、嘘でしょ。ありがとう、本当に。誕生日だからありがとうございます。513、どっちだろう、こっちになってる一、私ね。ひょう、くまちゃんのかわいい
お祭りタワーありがとうございます。すごい連続でケパパもありがとうございます。クメちゃんのお祭りタワー513日誕生日の日数来ました、無事にありがとうございます。やっぱケーキ買ってくるべきだったな、513日ポケモンの新しいアイスケーキあるの？今何も知らないや。なんかさ、サーティワンだよね多分。え、違う？サーティワンのアイスケーキって全部美味しいんだけどさ、フレーバーも基本人気上位なものがさ入ってるわけじゃん。私それ食べれないのが多くて、だからいつもピカチュウのアイスケーキになるっていうのもあるんだよね。ピカチュウのアイスケーキだと中がポッピングシャワーなんですよ。周りは黄色でちょっと壁がピンクのアイス、ピンクのアイス、いちごのピンク色のアイス、いちごだねそう、いちごのアイスでギリ食べれるのコアピンクのアイス、なんかチーズの味とかが多くて絶対それは私食べれないので限られてるのピンクのアイスやば、初めて言ったラブリンさんと一緒に食べるね。確かに来てくれるかな。来てくれそう、乙女シルクいるからもう一つタワー、私のとこ映ってる？どこ？え、どこ？今必死に探してるの。今日 K パパ。え？でもここまで坂を登るとその後レインボースターじゃなくて筒？え？筒？ないんだけど、え、見てほしい私の画面、ハート金曜欲しい、レインボースターハートタコ金曜玉やハート、え、嘘、みんな映ってる。え、本当に映ってないの？あ、待って、ママが送ってくれたスクショ、でも見ちゃうと止まっちゃう。え、レインボースターはあるの？ケイタの
その前あとどっち？の後うわスクショしてママに送ろうかなないの本当にバグってるのかな。でも見てほしい。ちょっと一回スクショするね。はいチーズちょっと後ママに送ります、証拠を。金魚さんの下、そうログの方に見てるの。あの別で見れるじゃないですか、コメントタイムラインギフトランキングって。そのギフトの方の見てるのにないの。わ全部ないわ。動かないであがってます。そうでもなかった。悲しい、本当にごめんなさい。なんで悔しい。でも今ママが送ってくれたのでちょっと絶対後で見ます。でも私のスクショもママに送って見せます本当にないのこれ。何これ、私が嫌なんだけど。みんなは映ってるんだもんね。じゃあ映ってないの私だけだ、悲しい。悔しい、ごめんなさい見れなくて。でも証拠はみんなの方にもあるし、ももも送ってくれたしありがとうございます。花火、花火くまちゃんにしとこう。聞いた、ありがとうございます。悲しい。打ち上がったやつ見えたよ。だってえ絶対バグだこれ。ない。みんな初めて見えた花火いつもと違った。花火もさ多分種類何個かあるじゃん。ナイアガラと、ナイアガラしか分かんないや今見たの中では。あそっか、アニメーションオンオフしてる方分かれてるから分かんないか。ごめんなさい、見たことなくて何だろうと思った。じゃあやっぱいつもと違うやつだ。いつものっていうか今日からだと思うけど、一旦横にして戻したら映らないかな。見てみます。ごめんね、メイドアップ、本当に申し訳ないごめんね、必死に見てるのはい。あ、やっぱないわ。あ、今見れた。待って、このために送ってくださったら本当に申し訳ないです。この筒ね、ないです。これでした、見えた今、なかった。これか、初めて見ました今。バグですね。おかしい。だって今これ一つだもん。みんなには二つあるんでしょ、だってこのどでかい花火。違う？そう、私一個しかないもんここ、まず。悲しい。これもスクショしとこう。
近くに立ってる。だってごめんなさい、これ私の携帯が悪いのかな、ショルームのバグではなくて。これ画面更新してみる。画面更新ってどうやってやるんだろう。これでこれからもさ、そういうバグがもしあったらちょっとやばいな。ごめん。あと5分。早っ。バグだ、絶対。ねえ。でまず1回目スクショしたじゃないですか。もうそこでこの筒がないのがまず分かるので、ちょっとママに送ります、後で。本当に返事してくれる。悲しい。嘘でしょ、初めての出来事じゃない。なんか一瞬その時間重かったのかな。まあ、信じてないわけじゃないと思うけどね、みんなもママも。でもちょっと信じてもらいたくて、本当なんだよっていう。ちょっと送ります。タイミングが悪かった。確かにそうなのか。私の携帯重いからかな。でもさ、タイミングすごすぎない？ちょっとおかしいですね。うわ、私画面録画もしてないからな。送ってくれてるママが。気になる、見たい。あと3分、早っ。ちょっと待って、本当だ。画面更新すると場所が変わる。でもいなかったんだよ。画面更新ってどうやってやるんだろう。縦横変えてもは直らない。ね、もう時間ごめんね。もう無事513日連続できてよかったです。嬉しいです。やっぱ自分の誕生日の日付は特別なので、はい、スクショ送ったよ、ありがとうございます。わしもみんなに送ろうか。こんなだったよってバブルに送ろうかな。ダメ？ギリ、あのこの私のこの画面だけ、最初の1回目私がスクショした時にこの筒がなかったよっていう。いらない。いやでもバブルだね、バブルでしか送れない。もう画面そう送れないので、もうじゃあちょっともう終わりにしようかな。あと2分、一応12時なので、までなので。嘘、待ってる。送ります。ごめんね、みんなありがとう。1位キヨさんじゃない、花火タワーありがとうございます。これだよって送ってくれて。ありがとうございます。2位ケイタ、リンボースターも、リンボースター見えてました、花火ありがとうございます。送ります、バブル。3位ケパパクマちゃん、美人クマちゃんだったねこれ、お名前が、ありがとうございます。ヒョウ、同じクマちゃんの美人タワーありがとうございます。嬉しい、2人連続同じ時間帯ぐらいだった。5位むつみ、6位フルハウス、7位長谷部、8位慎太郎、9位ベジメン、
10位あっくん、11位猫舌、12位かまあけん、13位きみちゃん、皆さんありがとうございました。あ、もう12時だ。あれ、おやすみなさい。あれ、切れない？